有限会社木口汽船は、長崎県五島市の海運会社。五島列島の福江島と二次離島である久下島、川島を結ぶ航路を運航している。1967年4月に設立され、福江島の福江港、奥浦と久下島の田の浦、福江港と川島の本用、伊福高を結ぶ、フェリー、高速船を運航してほか、定期航路の間合いを活用して、観光船、 水中観光船の運航も行っている。樺島航路は、桑原海運が運航していたものを航路休止により継承したものである。桑原海運は、資金繰りの悪化を理由に2009年9月1日に運休を発表したため、同月は緊急措置として、後藤氏が海上タクシーをチャーターして航路を維持、同年10月1日より隣接する区下島航路を運航していた。 木口汽船が航路を継承した。その後、桑原海運は貨物運賃収入の一部を計上せず、離島航路補助金を課題に受給していた事実が明らかとなり、補助金の交付決定の一部取り消し、すでに交付した補助金の返還命令を受け、2010年2月に経営破綻した。離島航路確保維持事業により国、長崎県後藤市から、 離島航路構造改革補助金の交付を受けており、長崎県離島航路対策協議会において、航路維持のための取り組みが検討されている。他の裏フェリー1隻、旅客船2隻を運航する。各船ごとに異なるカラフルな船体塗装が採用されており、フェリー、ヒサカはピンク、ソレイユはグリーン、シーガルはイエローとなっている。フェリー、ヒサカは 両原の側面中央部にランプが設けられているほか、シーガルは旅客船と水中観光船を兼用するなどを構造に特徴のある船舶を有している。シーガルの海中展望室、ありがとうございます。